ありがとう、相馬くん。僕らの家を救ってくれて。いや、礼なんていいっすよ。ここは俺にとっても大事な場所なんで。みんなにも極星寮を守ってくれたこと感謝するよ。じゃあ、堅苦しい話はこれぐらいにして、今宵は心ゆくまで楽しもう。何？裸エプロン？裸でエプロン？なんて下劣なの？見ちゃダメです。ダメですよ、エリナ様。何度見てもすごいインパクトだな。やっぱ極星寮はこれがなきゃって感じだな。はい、はい、一体どうなっているのでしょう、この寮の連中は。裸エプロンを平然と受け入れるなんて。やっぱり不思議ね、この寮。全くです。不思議というより変ですよ。変。エリナ様、ヒサコは洗濯機の使い方は知っていた？洗濯機、はい、まあ普通に。そう、あんなボタンだらけの機械を扱えるなんてすごいのね。あの、エリナ様。まあ洗濯機のことはいいのよ。要は私が今まで知らなかったことや、いろんな不可思議がこの寮にはたくさんあったということなの。はい。本当に不思議な人たち。そしてそんな彼らの中心にいるのが雪平くんなのよ。極星寮が襲撃を受けた時、寮の人たちは雪平くんなら奇跡を起こしてくれるとみんな心のどこかで信じているみたいだった。そしてあなたもだわ、ヒサコ。え、私ですか？あなたも雪平くんが何かやってくれることを知っていたかのような、あの表情はなぜ？そのなんというか根拠も何もないのですが、私も予感していることがあります。もしかしたら今の東月をアザミ殿から救うのはあの男だったりするのかもしれないと。ラキー君、アラト君、君たちもこっちへおいでよ。服を着てください。大丈夫、慣れればこれもいいもんだよ。意味がわかりません。